こんにちは、釜山ライダーです。奥多摩に来てます。今日は梅雨の金曜日、時間は3時です。平日なんですけれど、なかなかですね、明日も雨でまた走れないってことなんで、時間の合間を縫って奥多摩に来ました。でですね、どこに行くかというと、少し前にですね、のこぎり山林道というところに行こうとしたじゃないですか。はい、この、はい、豆腐屋さん、篠原豆腐千歳屋。はい、ここ入ってって、この道が、はい、ずっとですね進んでいけるそうなんです。ほら、なんかもう早速オフ車が似合う感じの道になってきたでしょ。この間のこぎり山林道に行った時は行き止まりで、結局奥多摩周遊道路を通って、奥多摩駅の方に向かいましたけれど、まあ直接奥多摩駅の方には向かえないんだけれども、奥多摩周遊道路の、カズマの湯というあたりに出てくる林道があることに気づきました。ですね、名前が入間白岩林道。はい、入間白岩林道です。そこをですね通ろうと思います。はい、そこを通るだけのツーリングです。まああんまり時間がないんでね、夜には帰らないといけないんで。ちなみに今走ってるこの道は関係ないはず。まあなんて道なのかわかんないけれど、この道は林道瀬戸沢線というそうです。はい、なかなか森の中ですよね。雑な解説です。まあもう本当例によってですね、まあ喋ることに困る、変わり映えのない林道です。これが埼玉の山の中ですって言ってもね、誰も疑わない。まあ果たしてここを通りましたっていうのが、こう誰かの役に立つのかどうかっていうのがね、すごく気になるんですよ。役に立っててほしいんですよね。お、見晴らしの良いところですね。おー、すげー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 、すごいな。ちょっと撮ってみようか。なんかすごい道急だったなって思ったけど、やっぱすごい登ってきてんだね。はい、どこだかわからないですけれど、眺めのいい丘でした。途中の視線が気になるようです。中峰平林道という林道です。後で調べたら距離は 1.1km のピストン林道とのことでした。はい、地図載ってないからね、こういうのが、はい、気になってしょうがないけれど、まあ、ちょっといいや、今日はやめとこう。はい、まあ、こういうところ本当一人で入ってって、なんかあったらさ、誰も通らなくてさ、助けてもらえないっていう状況になるからね。はい、峠の茶屋、これ一応目的地というか、はい、ここを通るぞっていうのでマークを入れてますけれど、ここどんな風に見えんだろう。ちょっといまいちかな、さっきの途中の方が綺麗だったね。はい、峠の茶屋を越えていきます。下りになります。こっから下りなのかな。崖崩れが、おー、怖い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 、すっげー崖崩れてんだけれど、なんか今崩れたばっかりみたいな雰囲気があってやだな。そこにさらなる衝撃が、おおおおおお、びっくりした。キツネだよね。四輪駆動ですね、あれ。登ってっちゃったよ。いやー、なんか生き物に会うっていうのも最近多い気がするんですけれど。暖かくなったし、山の中だからね。で、多分もうちょっとすると、一旦もう少し普通の道に合流するはず。はい、ここですね。まあもう何をもってまともな道と言っていいかよく分かりませんが、はい、普通の道に出ました。この後は都道205号水根元宿線を山奥へ進んでいきます。はい、分岐、目的地の入間白岩林道に向かうにはまっすぐ正面の道を進みます。なんかいっぱいあるんだよな。ちょっとあの地図見てみようか。まあそっち行くと小林家住宅っていうのがあって、その先に確か滝があります。まあどっちも行き止まりなんですけれど、ちょっとこれ行ってみようか。じゃあ一回、
はい、じゃあ1個目の行き止まり、その小林系住宅の方に向かってってみます。はい、まあ登ってって何があるかって、まあはい、小林さん家があるんですよね。小林さん家と多分滝はバイクで行けるところにないと思うんで、まあどんなものが取れるか、取れ高になるものが取れるのか、はい、チャレンジします。これか、このモノレールだ。はい、重要文化財小林さん家、家あった今の、でも家あったか今。小林さん家は山の上にあります。まあいいや、上か、上にあるのかな。行くにはモノレールに乗るか徒歩で歩く必要があります。はい、まあちょっと先進みます。行き止まるまで進みます。あ、ここも一応林道ですね。林道、三前山、お前山、未前山、はい、読めない、なんて読むんですかね。お前山です。はい、そういう林道です。通れませんでした。これ本当は道があるのかね、まあちょっとよくわかりません。林道開設工事を行っています、だって。じゃあ今作ってんだこれ。令和2年3月19日まで。へえ、じゃあこれずっとできるんですね、道が。よし、じゃあしょうがない、戻って、もう一個、もうあの行き止まりと分かってるところがありましたよね、さっきの交差点をまっすぐ行く感じのところ。よし、ちょっと今度こっち行ってみようか。こっちも行き止まりだってのは分かってるんですが、はい、ちょっと行ってみます。これさっきの小林さん家に行くのにこっちからも行けるんじゃないのかな、歩くならだけれど。なんかそんな感じに見えたけれどな、さっきの地図違うのかな。あ、ほら、うん、そうだよね、やっぱり小林さん家に行く道があります。で、この先どうなってんのかって話だな。あ、はい、見事に行き止まりでした。しかもなんか作業されてる。おっと、惜しかったですね。危ねえ危ねえ。はい、見事に行き止まりでしたね。はい、戻ります。こっちは何があるの、いいのか、この先か、目指してる林道は。はい、この先だと思います。あ、林道入間白石線って書いてあるね、だからそっちだね。で、こっちは、こっちは倉掛林道。これどこ行くの、これだって地図出てないもん。多分これもちょっと行って行き止まりっぽいね。まあちょっとじゃあ行ってみよっか。はい、行ってみます。あ、もうここでダメだ、あっという間でしたわ。倉掛林道はごく短い林道です。はい、ということで戻ってきました。これをまっすぐ進むとそこが、入間白岩線って書いてあります。で、すぐそこの道、最近舗装されたあのアスファルトになってるから、多分そこがダートだったんだろうね。で、それが舗装されちゃったっていうことなんだと思います。だから多分ダートはないんだと思うんですけれど、まあ、これを通れば、カズマの方に抜けれるはずなんで、はい、行ってみます。はい、行きましょう。特に多分それに抜けれるっていう以外は何もないと思うんだよな。やっぱりあれなんですかね、基本的にはどんどん舗装していくっていう、そういう方向なんですかね。ここはどうなんだろうな、なんか眺めがいいポイントとかあるんでしょうか。平日だからってのもあるでしょうけれど、人が全く通らない。多分こうやって綺麗に舗装されてるんだったなら、あれですよね、またロードバイクの人とかは結構通るいいコースになってんじゃないかなって気がするんですが、あー、どうだろう、なんか今のところそんなに素晴らしい景色がないぞ。来る時に通った道の方が素敵だった気がするが、おー、行けども行けども何もこうあれですよ、意見を述べるものが出てこないんですよ。
そうですね、この右側、右側ですね、林です。まあ、はい、木ですね、いわゆる木です。こっちは地図に出てねえな。これ完璧な林道だね、これ。この横倉林道も短い林道とのことですが、今の時期は草木が茂っているそうです。いや、行きたいよ、行きたいけれど。行きたいけれど。いや、行きたいけれどな。行けばわかるさ。いや、やっぱちょっと、やっぱなんかちょっと一人で行くのはちょっとやめときましょう。思い切りの悪いやつだぜ。時間も時間だし、そんな、あの、来る前に家で調べたときは、あの、出てこなかったですからね、今の道。地図にも実際出てないし、わかんないよね。ここはまあまあ、まあまあ、いい眺め。はい、ここで、あれですね、奥多摩周遊道路のところの道に戻ってきました。こっち行くと奥多摩周遊道路です。はい、ということで、入間白岩林道でした。まあちょっとですね、はい、消化不良ですね、特になんかおーっていうものがあったり、ダートもなかったっていう、ちょっとそういう、残念な状況なんですけれど、まあいつもいつもですね、当たりを出せるわけじゃないんですよ。もう言ってみないと分かんないわけですからね。まあこれで、どういう道かっていうのは分かったし、まあ一個ね、完全にダートになってる道があったじゃないですか。だからあそこ、入って、見たいですよね、今度。はい、そういうことです。ということで、今回のまた短いツーリングですが、いかがだったでしょうか。この動画が楽しかった人はいいねボタン、つまらなかった人もいいねボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次回のツーリングでお会いしましょう。バイバーイ。